音喜多駿君、はい、次に、我が党が課題意識を持っている非収容者と支援団体との関わり方について、難民審査3、4人の経験が終わりの、安倍参考人と河村参考人にお伺いをいたします。非収容者と支援団体をめぐる諸課題については、政府の資料にも、逃亡事例などの記載があるほか、令和3年8月10日の産経新聞においても、残念ながら複数の逃亡事案に関与された団体があること、また令和3年6月27日の東京新聞朝刊には、支援団体の方による、暴れたりハンガーストライキを行ったりした人は仮放免されやすいとのコメント、認識を示す内容が記事に掲載をされておりました。おときた、お前はまだ梅村と同じことを言っているな。梅村発言、入管法や外国人の人権問題をほっぽり、外国人の支援者のせいにする悪辣な意見だ。維新はどうしようもない政党だ。こうした、ややもすると社会と非収容者との摩擦を引き起こしかねない支援の団体や内容が入管行政の現場に存在することを、難民審査3、4人を務める中で耳にされたことがあるでしょうか。その上で非収容者と支援団体の関係に、課題があるのであれば、これはより良い関係、改善策を模索するべきと考えますが、安倍先生と河村先生、それぞれご見解やご意見がありましたら、あゆう順で安倍先生からお聞かせいただければと思います。はい、安倍参考人。はい、参考人の先生方の意見です。聞いてください。はい、ご質問ありがとうございます。非収容者と支援者との関係ということに関して、参与員の時に特段そうした今お伝えいただいたような問題というのは特に認識しておりませんでした。河村参考人。はい、支援者と非、収容者ですね、の関係性の問題というのが明らかになったというケースは私の経験上はございません。僕らは梅村、音喜多、大阪維新の悪辣非道を許さない。